特別報告、ナンバー、愛の平野紫耀、地上波登場、夜会の新展開に期待高まる。今日は、注目の2月22日、木曜日についてお知らせがあります。こんにちは、皆さん。今日は、注目の2月22日、木曜日についてお知らせがあります。なんと、ナンバー、愛の平野紫耀さんが地上波の番組に出演することが決定しました。石原さとみさんなど豪華なキャスト陣と共演し、これは話題沸騰間違いなしのイベントとなることでしょう。もしかしたら、ザ・夜会の夜に起こるであろう興奮をご存知ですか？平野紫耀さんが、急遽動画の撮影から飛び入りで地上波への出演について語る様子が期待されています。桜井有吉さんとの対談は、きっとファンの皆さんにとって待ち遠しい瞬間になることでしょう。彼の名前が夜会に連なることで、今回の出演は以前のリアタイとは異なり、過去の素材が放送される形になるのかもしれません。石原さとさんや北川景子さんなど、多くの大好きな女優たちと共に、平野紫耀さんの名前が輝く瞬間を楽しむことができるでしょう。地上波での登場に、ファンとしては感慨深いものがあります。平野さんの特別な魅力は、何と言っても地上から見るという特別な視点にあります。そのため、このニュースには本当にワクワクしますね。動画でしか見られなかった彼の姿が、今回は地上波でも楽しめるなんて、素晴らしいことです。緊急な情報ということもあり、平野紫耀さん自らが喜びを伝える短い動画も公開されています。ぜひ、チェックしてみてくださいね。彼の興奮と期待に満ちたコメントは、ファンならずとも共感を呼び起こすことでしょう。そして、ファンコミュニティでは早くも反応が寄せられています。データ放送の番組表には名前が載っていなかったという声もあり、自動録画から外れてしまった人も多かったようですね。しかし、この記事を読んで知ることで、再び録画予約のチャンスが得られるかもしれませんね。助かりました。また、番組表に名前が載っていないことに驚いたファンも多く、出演しているのかな？という疑問を抱いている様子。公式サイトにも名前がないことから、ファンたちは予約録画に迷いを感じているようです。それでも、紫輝くんがトレンドや視聴率を狙っているのでは？という期待が垣間見え、一応予約するファンも多いようです。興奮冷めやらぬ中、過去の平野紫耀さんの映像を見直すファンも、仕事で忙しい中でも、録画予約して楽しみにしている様子が伺えます。これからの新展開に期待高まるばかりですね。最後に、平野紫耀さんの夜会出演が地上波で実現する喜びを共有し、一緒に楽しむファンの方々に感謝の気持ちを込めて、この記事を結びたいと思います。どんな展開が待っているのか、今からワクワクしていますね。それでは、バイバイ。